戦国街道は、長野県松本市から、新潟県糸井川市に至る日本の街道。街道名は、街道の宿場の一つである戦国から取られたもの。街道の両端の地名を冠した糸井川街道、松本街道の別名を持つ。現代の国道147号及び接続する国道148号、大糸線とおおむね並行するが、 姫川の急峻な渓谷を回避するために、長野新潟県境付近などでは、谷沿いから離れ山岳に移行する区間も存在する。2002年3月19日に、松本街道の名で国史跡に指定され、2007年7月26日に、追加指定が行われている。信濃国、松本から越後国、糸井川を結ぶ塩の道として、古代から利用、整備されてきた。 室町時代、文明15年2月3日付の保高神社の文書、保高社造園小役注文には、戦国大道と記されている、特に戦国時代の敵に塩を送るの故事となる塩の輸送路として重要視された。江戸時代の松本藩でも、北塩の流通のみを認めたことから、二役牛、馬による運搬を容易にするため、街道の線形の見直しや整備が続けられてきた。 街道は定期的な大名行列の通過がないため本陣こそ存在しないが、現在の小谷村側に宣国番所が、糸井川市側に山口関所などの機関が設置された。南馬北牛という理言があり、ほぼ宣国番所を境に南は馬、北は牛を使って荷物を輸送した。法歴13年幕府への牛馬稼ぎに関する報告には、糸井川へは、 山地であるので牛で荷物を運んでいる。松本へは、牛と馬とで往来している。馬は一匹で二匹以外には追ったことがない。牛は、二、三匹から五六匹を追っている。糸井川へはタバコ、紙、油かす、大豆をつけ送り、戻りは塩などを買い整え、豚屋送りの魚、塩をダチンつけをして帰っている。とある。明治時代に入ると、年には、 新越本線が直越駅から長野駅まで延伸。1902年に長野駅側から篠ノ井線が松本駅まで開業し、鉄道による広域かつ大量輸送が可能になると、街道の位置づけは低下した。また、1890年代には、 長野県による大規模な道路建設事業が始まり、全国街道の改修も対象になると、要所要所で振動の建設、切り替えが進み、旧道となった区間は、急速に捨てられていった。さらに20世紀後半になると、旧道区間の文化的な価値が見直されるとともに、トレッキングコースとしての利用も行われるようになり、再び脚光を浴びるようになっている。2010年代には、 毎年5月2日ごとに、糸井川市で、糸井川潮の道、起点祭りが5月3日から5日にかけて、小谷村、白馬村、大町市で潮の道祭りが開催されている。江戸時代の宿場町は、潮の道宣国街道を参照のこと。人や物資が往来する過程で、多くの神社仏閣、道祖神や石仏等が混流、安置されるなど、街道沿いに、 豊かな文化が育まれてきた。特に、安住の残者保高神社や西名神明宮、和解地王子神社への参経路として重視された。また、建国街道で大町に至り、さらに、上身の地群の西山地域を越える参道は、西国から善光寺への参経路として、頻繁に利用された。こうした、信仰の場や史跡は、21世紀の現在も残され、 保存の対象になっている。過去の文化、風俗等の資料は、塩の道資料館、全国の小資料館、塩の道博物館など、各地の資料館にもまとめられ、展示や伝承が行われている。糸井川静岡構造線に並行するため、県境付近は、地質は脆弱で地形は急峻という厳しい条件下にあり、過去には、だれ災害や、山腹崩壊、 地滑りなどの土砂災害の被害を受けてきた。1824年には、徳良山山六の牧火宿がなだれで倒壊し、多数の死者を出す被害も見られたほか、20世紀末にも7.11、水害により多数の沢筋で、土石流が多数発生、街道の一部が寸断された。全国街道により運ばれる塩は、事実上、糸井川の問屋の支配下にあり、品質や、 価格決定権などの面で新州側の不満の種となっていた。このため、新州側の有力者らにより、糸井川を経由しない、短絡路の建設が模索され続けた。1880年には、千国街道の途中、大町から立山を越えて、富山へ抜ける立山振動が開通。地域の悲願は達成されたものの、 厳しい地形や気象条件もありわずか2シーズンで営業が打ち切られて廃道となっている。実際に取り扱われる塩は、糸井川周辺の地塩よりも、阿公や備中などの瀬戸内海の塩を輸入したものが多かった。ありがとうございます。